テルミニーイメレゼは、イタリア共和国シチリア自治州パレルモ県にある、人口、約2万6千人の基礎自治体。地域には古代ギリシア時代の都市ヒメラの遺跡がある。パレルモ県中部に位置し、テレニア海に面したコムーネ。テルミニーイメレーゼの中心市街は東西に長い地域の、西部にあり、チェファルーから、西へ2 9トル州都、 ケントパレルモから東南東へ 33km、カルタニスッタから北北西へ 64km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。視聴者テルミニイメレゼには以下の分離集落がある。地域の東端を流れるイメラ接点トリオナーレ川の川口付近に古代都市ヒメラがあった。この付近では紀元前480年に ギリシアとカルタゴの間でヒメラの戦いが行われた。カルタゴが敗北し、将軍ハミルカル孫は戦死、シチリアにおけるカルタゴの勢力は後退した。その後約70年を経てカルタゴは再度シチリアへの勢力伸長を図り、紀元前409年に再度ヒメラ付近でギリシアとの戦闘が行われた。カルタゴ軍を率いたのはハミルカル孫の孫にあたるハンニバル孫であった。 カルタゴはこの戦いに勝利し、ヒメラは占領、破壊された。ありがとうございます。